中川圭太は、大阪府阪南市出身のプロ野球選手、宇藤右内、オリックスバファローズ所属、阪南市立尾崎小学校1年時から、尾崎ボーイズ、阪南市立尾崎中学校への大学中に泉佐野リトルシニアでプレー中学3年時の2011年には、AA 日本代表のメンバーとして、アイブフ主催の、 第14回 U-16 世界選手権へ出場した。この時のチームメイトに、浅間大樹、田島大樹、立田翔太などがいた。PL 学園高等学校へ進学すると、1年秋から一類手種としてレギュラーに定着した。しかし、チームメイトの一人が、学内の合宿所で、下級生の部員へ暴力を振るっていたことが発覚。 チームが日本高校野球連盟から6ヶ月間の対外試合禁止処分を受け、監督の甲の有道は隕石辞任となった。2年夏の選手権を大阪大会後に処分が解除されると、校長の正井一馬が新監督、二類手に転校した中川が首相に就任。正井に野球のプレー経験がないことから、処分解除後の練習や対外試合では、 中川が事実上チームを指揮していた。首相就任直後の秋季大阪府大会と3年夏の選手権大阪大会ではチームを決勝に導いている。在学中は対外試合で通算28本塁打。3年生だった2014年の秋にプロ志望届を提出したが、この年の NPB ドラフト会議でどの球団からも指名されなかったため、 東洋大学へ進学した。東洋大学では上茶谷大河、海野博志梅津孝大、藤井清と同級生で入学直後から東都大学野球の春季リーグ戦に出場。当時2部に所属していたチームを秋季リーグ戦での優勝や駒沢大学との入れ替え戦勝利に導いた。チームが一部に復帰した2年次からはチームの3期連続優勝に貢献。2年の秋には 指名打者、3年の春、秋と4年春には2類種としてベストナインに選ばれている。在学中には3年時から4番打者、4年時に首相を務めながらリーグ戦で通算101試合に出場。打率、285、109安打、9本塁打、59打点、7盗塁を記録した。また3年時の夏には、 大学日本代表に選ばれ第41回日米大学野球とユニバーシアードに出場。ユニバーシアードでは大会トップの打率と打点を記録し代表チームの全勝優勝に貢献した。4年時の2018年秋プロ志望届を改めて提出。NPB ドラフト会議7巡目でオリックスバファローズから指名された。契約金2500万円。 年俸700万円で、PL 学園高校出身者として、史上68人目の NPB 選手になった。背番号は67。この会議では、上茶谷が1巡目で横浜 DNA ベイスターズ、海野屋が1巡目で福岡ソフトバンクホークス、梅津が2巡目で中日ドラゴンズから指名を受け、いずれも入団した。中川自身は、ドラフト緊急性特番。 お母さんありがとうの密着取材を受けており、同番組への出演中に、自身の指名を見届けた。2019年は、春季キャンプ鬼軍で過ごしたが、3月9日に、読売ジャイアンツとのオープン戦で一軍にデビュー。チーム事情による1日限定の一軍昇格ながら、6番、指名打者として、スタメン起用され、2安打1打点を記録した。 4月20日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦9回表、代打で一軍公式戦デビュー。一軍公式戦で初めてスタメンに起用された4月24日の対福岡ソフトバンクホークス戦では、3回表の第1打席で初安打を放つと、9回表の第4打席で初打点を適時3塁打で記録した。以降の公式戦では、外野手や、 クリーンアップにも起用されながら、スタメンに定着。2番、右翼手に起用された5月10日の大楽天戦5回裏の第3打席で一軍公式戦の初本塁打を、見ままなぶから放った。聖波交流戦では、全18試合に出場し、交流戦の規定打席に到達した、NPB 全12球団の70選手中トップの打率、386を記録。新人選手としては、 交流戦史上初の首位打者となった。交流戦の終盤から一軍の試合で初めて4番打者に起用された6月29日の対埼玉西武ライオンズ戦まで6試合連続で複数安打を記録した。この記録はパシフィックリーグの公式戦における新人選手の連続試合複数安打記録でもある。7月11日のフレッシュオールスターゲームではウエスタンリーグ選抜チームの 4番、一塁一種として、フル出場した。レギュラーシーズン全体では、4月20日の出場選手登録から一度も抹消されず、一軍公式戦で、チーム3位の111試合に出場。50試合で外野、41試合で一塁、33試合で三塁を守り、いずれも無失策で打率。288、3本塁打、32打点。 旧盗塁を記録した。シーズン終了後の周期練習では、首脳陣から来年は三塁のレギュラー定着に向けて勝負してほしいと告げられ、三塁守備に本格着手。打撃面での貢献を球団から高く評価され、12月4日、推定年俸2800万円で契約公開した。昇級率は300%で、 オリックスの新人選手としては歴代最高とされる。2020年は一軍の肖像類種として開幕を迎えたが、開幕前にソフトバンクとの練習試合で支給を受けた際に右手の人差し指を打撲。開幕後は打率。118、1本類だと打撃が振るわず、3類の守備でも制裁を書き、7月には2度にわたって出場選手登録を抹消された。 一軍抹消中のウエスタンリーグ公式戦では10試合で打率4443本塁打を記録。二軍監督の中島里氏に中川は無敵と言わしめた。一軍監督西村特文の辞任と中島の一軍監督代行就任に伴い8月21日に一軍復帰。復帰当初は中島の方針で4番中堅守として スタメンに連日起用された。一軍公式戦全体では45試合で打率。146、13打点と前年の成績を大きく下回った。12月7日、前年から一転して大幅な減俸で契約を公開した。2021年は、同性の中川さッ中川拓クの二人が入団したため、報道上の表記及びスコアボード上の表記が、 中川系に変更された。パンチ力とミートに長けたスラッガーで、東洋大学時代には今岡誠以上の素材という評価を受けていた。中川自身も阪神タイガースの時代の今岡を目標に挙げている。PL 学園高校へ進学したのは、同校の OB で、3年時に公式野球部で4番打者を任されていた田中和人が、 泉佐のリトルシニアの監督を務めていたことによる。中川が入学する2012年の3年前、当時の PL 学園公式野球部は春夏通じて甲子園球場の全国大会へ出場したものの、大阪府内ではすでに大阪東院高等学校や理政者高等学校の後人を排するようになっていた。そこで田中は中川に対して、 PL 学園復活のために行ってくれないか。お前ならできると、進学を進めたという。PL 学園最後のプロ野球選手、最後の PL 選手と報じられることが多いが、新入部員の募集を停止。2017年3月に、日本高校野球連盟を脱退、自分が最後と思ってはいない。PL 学園の野球部には復活してほしい。 プロ野球選手を引退したら監督として復帰したいと語っている。ありがとうございます。